2012年日本ジャンプのタンベです。僕2008年ぐらいの春から、まあ、始めて、そうですね、最初は普通のちょっとアンダーグラウンドのチームに所属してて、まあ、結構クラブとかでも静かにやってた感じですね。で、今あの一緒になってノックさんとかマーヴィンさんと出会ったのが多分その年の冬ぐらいで、たまたまイベントが被ってる感じで、まあ、ちょっと挨拶程度だけした感じで、で多分2009年僕がちょっといろいろあってチーム解散して、まあ、あの当時 JKT っていうチームがあって、それでまあ遊び行ったりして、まあ仲良くなって、今まあこういう形でチームを一緒に組んだっていう最初の出会いです。今までの多分チャンピオンとかと違って、多分かっこいいスタイルじゃないし、多分あんまりかっこいいこともやらなくて、ちょっとみんなのヒーローとかになれるタイプじゃないんですけど、まあ、今年1年はみんなが思うチャンピオンになれるように今年1年頑張って、まあ、今年できた2連覇したいと思います。